そうね、浮いときますか。なんか歩交換して真ん中浮いとこう。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方がですね、居飛車志向、まあ相掛かりやりたいなっていう感じで思ってます、俺は。でこれは端ついた時に歩歩に角がここを睨んでるみたいな形にしたかったんで、うん、これでまあ相掛かりやってみますかって感じなんですけど、そうね、浮いときますか。なんか歩交換して真ん中浮いとこう。で相手はどういう風に陣形組んでくるんですかっていうのはちょっと聞いてみたいところなんだけど、2のに組むんだ。どうしよっか。あ、金銀が一応ここにいるんですけど、それでもやっぱり桂馬跳ねてみる。あ、橋はどうだろう。受ける必要性がないような気がして、なんか俺は桂馬跳ねてって中央狙っていこうかなと思ってるんですけど、玉上がっといてこれで一緒。ほう、その角は分からん、その角は分からん。どうしようかな。歩突く、歩歩飛車走ってきた時に、まあでもね、相手の陣形が左美濃みたいな形になってるんで、なんか飛車交換するのはどうなんだろうかって思ってきましたね。飛車交換して桂香を拾ってなんか横から攻めていくみたいな感じになるじゃないですか。でその時になんかいいことないような気がするんですよね。となると、こっちとしてはどうなんだろう。なんか金銀モリモリしていく感じがいいのかな。なんか何を目標にしていけばいいのかちょっと分かんなくなりましたね。あー、でも高美濃に組んでくるんやったらなんか陣形に隙ができますよね。まあ歩ついた時にここ一応狙ってますということで、まあ角浮いて受けれるのかな、角浮いて受けれるのかな、受ける必要あるのかな。これ桂馬跳ねた時にどうすんの。これ受けれんくない。桂馬跳ねるじゃん。桂馬跳ねる、歩歩飛車の時に、桂馬跳ねるやん、歩歩飛車の時に追い返さずに飛車ぶつけちゃうか。飛車ぶつけちゃうか。で桂馬跳ね、同飛車同桂って跳ねといて、あなた飛車の打ち込み場所なくないですかって言っといてみたいな。で俺は銀とか銀、ここ大丈夫ね、銀とか桂とか拾えそうだから、それでどうですかって言ってみるか。あ、こうやっといて、まあそうしておきますよね。でぶつけたら、まあまあまあ、それでますね。で控えて打つわけ。ほー、7分。どうしよっか。この桂馬を守る術はあるのかどうか。例えばここに歩打たれたら死んじゃうもんね。打ちたいところに打てやったらここに歩打てって話ではあるんだが、そうね、なんかこうなるとなんか微妙だった感じもするよね。飛車打つ、歩打つ、角が出る、歩で取られる、歩打つ、そういう感じでいきますか。飛車打つ、歩打たれる、飛車打って相手が何もせんかったら、まあ、隠れて
みたいな感じでいきますか。飛車打ってみようか。分からん、なんかそういう筋になるかどうか分かりませんけど、まあなんかそうやってやってみようか。まあこれで相手歩切れでしょ。で叩いて叩いて先手取った方がいいかな多分。こっちに歩やったら桂馬打たれそうなんだよ。あ、叩いて叩いて叩いて飛車叩いて下がる、飛車行った時にどうしますかって言ってみますか。これ 叩きの歩で避けたらこれ取れるじゃん、うん、だからこうやっといて、ん、それは分からんが、こういった時に桂馬があるって言ってるわけ。こういった時に桂馬がある、縦に行く、取られる、王手か。いやでもこれはこっちでいいんじゃないですか。角取られても別になんか一手に行って浮いといて取られて王手取るじゃん、取り返す。でも飛車が下がるしかなくてと金できといて、一番下の方がいいか。浮いたらなんか角打ちとかありそうだもんね。飛車打つ、じゃあ上がる、桂、一番下まで行く、桂飛ぶ、歩、歩成に残ってますって感じしましょうか。それやってみよっか。まあ桂馬打ちたくなるでしょう。絵を角上げるけど後々飛車ちょうだいねっていう、そういう交換にしようかなって思ってるんですけど、読み抜けがあったら負けますね読み抜けがあったら負けますね、うん、それが一番下かな。 A を角上げる、どうぞ飛車ちょうだい、飛車ちょうだいいいよ、角上げるから飛車ちょうだい。まあ叩きも普通に取っといて、でもこれは貯金できていいんじゃない。で怖いのはこことか、まあ小瓶とか角打たれでも取っといて取られて桂馬とか打っとけばいいよね。でこの飛車、まあと金がね多分ね生き残るんですよね。生き残ったら取って取っ寄ってなんか銀が行って飛車成り込んでみたいな感じでどうかって思ってるんで、これは相手のことはしびれたんじゃない。まあ、取ったらまあ普通に飛車成り込んどいてどうか。桂香拾えそう、ここだけ注意っすね、角が効いてるんで。まあ桂頭攻めは今すぐはなさそう。ああそうなんだ、そこ行くんだ。まあでも取りますよね。取って突かれても全然怖くなくて、寄っといて取り込まれて桂馬跳ねるみたいな感じでどう。まあ系統を攻めたいっていう気持ちはわかるが、わかるが、まあ今と金によるんじゃない。で系まあ取っといて、でこれジャンプしといて。なるほどね。まあ攻め駒はとにかく増やしましょうっていう方針に見えるな。どうしようか。まあでも桂馬取りますよね、これは取りますよね、普通に取りますよね。まあ守備の桂馬が攻めの桂馬と変わったような感情に見える。おー、なるほど、ミノをのけてきたが、それは大丈夫なのか。こっちの攻めは桂馬飛車っていう感じで、例えばこれ飛車打ってと金寄ったら取れないよね。飛車打ちますか。飛車打ちにと金寄った手がこれで取れるようにするには金引くぐらいなのか。飛車打つ、ここに角打つとか上がるようじゃ下段は取られるけど、そうね、どっから攻めよっか。まあでも飛車打ちますか、下ろしますか。やっぱ何もせんでも2枚替えはきついっしょ。
ということで銀引いてきたんですけど、それは結局と金寄ったら同銀で、同銀の時に飛車がブチっていけるからこれは早いでしょう。なのでこれは相手受けれなくって、そうそう、いやそうやって多分暴れてくるぐらいなんですけど、3分何が怖いかっていうと成り込んでくる手ですよね。この角を、まあでも桂馬打っとくんかな普通に。なんか一回歩でこうなんかの防御に効かないようにしとくっていうのも面白いかもね。でも歩切れになるんだよな。歩、まあね、歩打ちますか。大駒は近づけて受けようっていうのと、角が防御に効くのやめてねっていう、まあどっちみちと金は取れないんで、ね、逃げるようだとまあ銀ボロッと取っといてどうかみたいな。これで桂馬打っとけばいいんじゃない。でここのと金はまあ無視しましょう。もうどうしようもないかな。で取らせて同金の形でいいんじゃないって思います。だ一手二手、まあ一手どっか稼げるかなみたいな。うん、それは無視かな。で飛車ぶっちしてって感じでいくか。2分30秒。多分この金が今働なんか下がるようになると働くんで、取ってでここに何か飛車とか打った時にここに銀打って攻めていきたいから、これは一回ここに桂馬打っとくべきかもしれん。桂馬打つ、取られる、取っといてみたいな。桂馬かな。で銀取られてここに銀とか打ってくる分には全然構わんくてって感じ。あの銀がここにおる形やと金やとここに利きがあるんですけど、銀やとここに利きがないから、それは受けなんか飛車ぶっちした時にここになんか飛車とか歩とか打った時にここに銀とか金とか打った時に取れないですよね。上からここ打って避けるしかなくなるんですよね。だから突破できる形になるかなと思ってて、と思ってるんですけど、読み抜けがあったら死ぬ桂成り捨てとかってやっとんかな。桂成り捨てで角のライン入ったら危なくないみたいな。まあでも桂成り捨てで玉行って玉こっちに逃げていきたいからな。こっちのね、こっちの方に、こっちの方だと竜の利きとかは一応効いてるんで、まあ安全かなみたいな。金が避け、まあそれは一回こう避けるのもあるけど、うん、そうね、受けとくかな。一回受けとくかな。2分か、大手入るね、これ。大手入るね。大手入るね、これ。で、金もらっといて、いやどうだろう、と金の方が良かったかな。いやなんかね、逃げられたからね、と金の方が良かったの多分ね。これ桂馬質駒に渡すことになるからまずい。これはまずったな。まあでもそれはね、まあこっちかな。もうね、ここは1手2手かけてるうちにこっちで勝負です。でこうやった時にこれ角力危ない。1分30秒。むしろこっち積んでないか、相手側積んでないのか。これ桂打ちから積んどったりせんの。そんなことない。これ何が危ない。これ角打ちが危ないの。角打つやん、こういくやん、金でアウトやろ。こういった時に金角打ってこう避けた時に銀とか、まあ銀行って避けて角は上でなんかちょっと危なそうな感じするけど、どうだろう。でもセーフよね、これセーフよね、まだ1分。こういって、まあでもここで勝負しますか。なんか、トンシとかないよね。角打ちは寄って、金はここに引いてるから大丈夫。角が2枚あったら危ないけど、ここはこっちでしょ。
なってきたら取って、まあ、角とかでも銀でも大丈夫、こっち逃げていけるから大丈夫。これで次は、まあ、それはこっち逃げといて、こっちかな。で次は竜入った手がこっちの方がいいかな。こっち逃げて、こっち行ってこう行って竜が入ってきて合駒引かなくて、ここ行くしかなくて竜が引いてきて次かな、うん、1手2手3手4手5手詰めですね。これは逃げといて全然大丈夫。桂馬切られても竜が入って取ってこれで合駒つかんと、ここで桂馬効いてないから、どうなんだろう。ここ逃げられた時にいや待てよ、それつまんのかな。こっち行ってこう行く手はどうなんだろう。こう行くか、強者じゃなくてこう行くか。ん、いやでも強者の方がいいかな。強者行ってこう行って竜入ってここ逃げられた時に、まあ、でも竜がこう効いとるから金打って詰みか。金打って歩、金打って歩で竜が来るからこれ詰みですよね。詰みですね。桂馬取られても詰みですね。なので相手はここのラインを埋めたいけど結局どこに打っても取られるんだよね。それは一回避けといて、避けといたら全然いいんじゃないかなと思うんだけど、斜めよりは横かな。で歩打たれても30秒で大丈夫。まあ斜めじゃない。まあそれはこうかな。うん、まあまあそれはね、詰みですね。これはこういっといて、ここしかないでしょ。で竜が入ってきて、でここしかなくて金打って詰みですね。金打って20秒でここいけないんですよね。取るしかなくて竜が引いてきて詰みですね。これで詰みでしょ。はい、ありがとうございました。いい駒組みでしたね。はい、感想戦やっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、相掛かりの将棋になりました。で、評価値的にはなんか俺が有利な時間帯があって、一瞬が互角に戻ってまた有利になったっていう感じだったみたいで、まあ詳細今から見ていこうと思います。はい、本譜の36手目なんですけど、桂馬はもう見捨てて角を攻めろと言ってますね。確かに角がね、受けにくいんですよね。なんか端突破されちゃうんですよね、こういう感じで。さすがにこの段階でブッチしてきても歩と交換、まあ桂馬と金、桂馬と角の交換になっちゃうんです。さすがにやりすぎでしょって感じになるんで、まあ逃げるんですけど、逃げたらまあ走って次取り込まれたらまたひどいから、逃げ、角逃げ、あ、取り込ませる前に桂馬取っといてって感じなんですけど、まあこれでまあ相手の端詰まってるし8六歩からの攻めもあるみたいなんで、まあこっちがさせますよっていう感じみたいです。だからここで桂馬を守るために、飛車打ったのがまあ一応互角というか相手にちょっと触れちゃって、ただまあ相手が歩打ってくれたんで、隠れて取って叩いてみたいな手で、まあ、逆転したみたいな感じやったみたいです。だから相手の最善手としてはまあそうですね、この桂馬を多分ね取らない、歩で取らない方が良かったんでしょうね。ここに俺は打ちたかったから、7六歩はちょっと分からんけど、これどうなんだろうな、桂馬取りきれないですよね多分ね。
ったら、そうですね、取り切れないよな。歩ついて桂馬さばいてもなんかうーんって感じだと思うし、なんならこれ5五角あるじゃんっていう感じか。5五角でここの地点空いてますよ。5五角1八飛車に対して成り捨てて、成り捨てて1七飛車に走るんかな。まあこっちやれって言ってるんですけど、まあこっち左側部分的にはまあこういう感じでこれで突破できそうですよね。相手歩切れだし、うん、まあ突破パしてって感じなんでしょうか。ということで、まあ、相手の方が桂馬ってきたんで、叩いて、うん、これも桂で両取りあるじゃんって思ってたんですけど、後々のねと金だから、なんてこや、1手2手3手4手5手6手7手5に7手5に飛車が飛車が詰みですよねっていうのが分かってたんで、まあ踏み込んで角取らせて角桂交換、瞬間的に角桂交換、7手の間に角桂交換だったんだけど、まあ飛車が取れるんだったら桂馬取り返したよっていう、そういう変化になりましたよね。だからね、なんか最近本当思うのが、その5手先7手先9手先のあの損得が大事なんだなみたいな。まあもうちょっとレベルで多分11手13手で、あのトータルで得してるのが大事だよねっていう感じだったと思うんですけど、なんかそういう感じなんでしょうね。面白くなってきました。なんか、本譜70手目ですね。あのと金はもう手抜いて攻め合った方が良かったんですね。本譜では確かね桂馬打ったんですけど、桂馬打たずにと金でも取っちゃえば次王手入るよねっていう感じみたいですね。で、歩で角を近づけて受けたんで、ここに効いてないんですよね。ここに効いてないんで、結局二枚替え、飛車の二枚替えができて、で、受け駒が飛車角しかないんですよね。で、何にせよ、ここに大駒使うことになると、8八銀とかの送りの手筋で、剥がれちゃうんで、玉の紐が剥がれちゃうんで、まあ、これで、まあ、飛車とか角とかゲットできそうみたいな感じで、歩は打てないんでさすがにね、まあ、なのでこの時に合駒じゃなくて逃げるのが一応最善手ではあるみたいですね。で、まあ王手金取りにしといて角打つか飛車打つかみたいな感じなんでしょうか。うん、まあみたいな感じで、まあ一応攻めれたみたいですね。これも何手先の話って感じで、1手2手3手4手5手6手6手7手かな、6手7手先の未来がしっかり描けとけば2枚替えでよかったんじゃない、時に入っていって2枚替えでよかったんじゃないかっていう話ですね。はい。で、72手目もやっぱりね、桂馬渡すよりも先にと金から入った方が良かったですね。歩は渡しても大丈夫だけど、桂馬渡すとなんか危なそうな感じ、危なくはないのかもしれんけど、まあその七駒を1枚渡す、歩以外の駒を渡すのはなんか危ないこともあるんで、そこはまあと金からの方が安全だったでしょうね。はい。で、本譜の90手目からですね、7手詰めがあったみたいです。本譜は9手詰めだったんですけど、7手詰めがあったみたいで、7九飛車なるから詰むみたいですね。これはまあ玉が斜めに行くしかなくて、で銀で追っかけて、まあ、下なら金で詰むんですよね。まあ、金とか銀とか、ん？違うわ、ごめん。角利いとるから、下なら竜が入って詰むか。なので、上に行くんですけど、まあ、竜で追っかけて、上行くしかなくて、金打ちまでの詰みとなってたみたいですね。で、ホップは、その手順じゃなくて、竜がこっちまで入って、2枚の竜を使っていこうっていう感じで勝ちました。まあ強者でもよかったかな、強者でもよかったのかな、強者、まあ風でもいいのかな、何せよ取らないかんくて、まあ、強者でも風でも取らないかんくて、でその時にまあ金打っていけば詰むでしょう。金打っ
って下がるしかなくて、ここに金打ってみたいな。まあ銀でも銀金だけでも詰みますよね。銀金だけでも、まあ下なら金で、上でも、上でもまあ金に金打ちまでの詰みという感じで、まあ詰みがあったみたいですと。まあそうね、この竜が切り取るってことを分かってたら、叩いて上げてここに金打てるみたいな、金銀打てるみたいな、そういうのが見えたらまた別の詰み筋も見えたかもしれません。で今回はこの時点でこっちに捨てたんですね。で取るしかなくて竜で詰みという感じになりました。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、相掛かりの将棋やっていきました。ちょっとね、なんかこう桂馬は跳ねといて飛車ぶつけみたいな感じの相掛かり、結構なんか勝率がいいような感じするんで、まあこれからもねちょっといろいろ形試してみようと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今回もお疲れ様でした。おいそう